皆さんこんにちは。星のカービィ Wii デラックスがついに発売いたしました。皆さんこちらのゲームはプレイされておりますか？任天堂と春研究所のタッグによる人気シリーズの星のカービィの最新作となっていて、2011年に星のカービィ Wii というものが Wii 向けに発売となりました。なのでそこから約12年ぶりに任天堂スイッチ版に蘇ったと、そういった形になってますね。でもちろんそのままリマスターとして移植したってわけではなくて、新たな要素を加えて今回蘇りました。ですので今日の動画ではどういった要素が追加されたのか、何が変わったのか、で結局今作ってどうだったのかっていうところであったりとか、で買う前に何を注意しなければいけないかとか、で買ってみて実際にどうだったのかとか、まあ、そういったところもですねざっくばらんにラジオ形式で話していきます。ですのでぜひ作業しながらとか何かをしながらですね、まあ、適当に耳で聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ではラジオ動画というところで、まあ、早速話していきたいと思っているわけなんですが、まずゲームのボリュームとしてはだいたいエンディングまで15時間程度ですので、まあ、ディスカバリーとだいたい同じぐらいかな。ただ星のカービィってすごいやり込み要素があって、新たな要素もねエンドコンテンツとして加わったんで、多分完全クリアするんであれば100時間ぐらいは必要になってくるかもしれません。まあ多分ディスカバリーとねだいたいボリューム的には同じぐらいかなっていう印象だから、まあ本当に全てやり尽くそうと思ったら相当大変じゃないかな。まあくまでこの100時間っていうのは推定になるんですが、多分それぐらいは必要になってきそうな印象ですね。ただまあエンディングまではねそんなに長くはないので、もしかすると早い人だと10時間程度、まあ遅い人でも20時間からまあ25時間かかるっていうことはないんじゃないかな。まあ大体それぐらいね楽しむことができるゲームとなってます。ただ今作はね新たな要素としてマホロアが追加されていて、まあこれもね実はプレイすることができちゃうから、まあそっちの方をやってるとまあクリア時間がちょっと伸びてしまうのかなっていう印象です。ただストレートであればメインストーリーは15時間程度かなっていうところで、まあ良くも悪くもねこのゲームっていうのはまあ従来のカービィを踏襲してまして、例えば吸い込みアクションだったりとかコピー能力だったりとか、まあシリーズ伝統のゲームシステム、こちらが重き置かれてます。なのでディスカバリーみたいな独自のシステムであったりとか、なんかそのまあ新アクションみたいな感じかな、まあそこに重きが置かれてるんじゃなくて、あくまで伝統のこのね吸い込みとかコピー能力とか、いわゆるスタンダードな星のカービィっていうゲームになっているので、まあ昔のファンからするとまあ懐かしさを感じたりとか、あとはおお面白いって感じるところもあるのかなと思いました。なのでまあ懐かしさと新しさ両方兼ね備えてるゲームって感じでしょうか。まあ逆に言うと独自のそのシステムであったりとか概念っていうところがディスカバリーとか、まあそのここ最近の星のカービィシリーズみたいな感じであるわけじゃないから、なのでまあ飽きが来やすいゲームでもあるかもしれません。なんかその新たな要素追加されたけど、なんか結局新たな要素追加されても一部だよねみたいな感じで、まあそこのところはネックになるかもしれませんが、ただ個人的にはこちらのゲームはおすすめのゲームとなってます。そしてもしよろしければ皆さんのこの星のカービィ Wii U、 Wii U じゃねえな星のカービィ Wii Deluxe の感想であったりとか、あとはまあやってみたね率直な意見であったりとか、そういったところをですねコメント欄で共有お願いします。そして星のカービィ Wii Deluxe 楽しかったぜっていう方はぜひ高評価も押していただけると幸いです。よろしくお願いします。で今回の新要素としましては大きく分けると4つございまして、まず1つ目がワイワイマホロアランドで、2つ目がマホロアエピローグで、3つ目がお助けマホロアで、4つ目がシンコピー能力2種となってまして、まあ、こちらの4つがね追加されました。まあ良くも悪くもみたいな感じかな。なのでメインストーリー自体に何かしらの手こ入れが入ったかっていうとそうでもなくて、まあそこがねいい点でもあるし悪い点でもあるのかなっていうところ、まあここについては賛否両論かもしれません。で今回ですねやっぱり特徴的なのがマホロアかな。で当時新キャラクターとしてマホロアが追加されましたと。でこれっていうのは宇宙船のパーツ集めをカービィに依頼するお礼として冒険を助けてくれると、まあ、そういったストーリーとなっておりました。まあ、良くも悪くも当時のストーリーそのままだからね。で彼の宇宙船ロアはゲームの拠点の一つとして、まあ、進めていくことになりますと。
で、各ステージにあるエナジースフィアっていう歯車の形をしたアイテムを集めていくことで、サブゲームであったりとか、チャレンジステージだったりとか、コピー能力のお試し部屋など、内部にある様々な施設がアンロックされていく仕組みになってます。また、本作からの新要素として、お助けマホロワのシステムが導入されました。これっていうのはピンチの時にマホロワが現れて助けてくれる救済処置となってます。で、カービィの体力が例えば2倍となったり、穴に落ちた時に引き上げてくれたり、体力が減った時に食べ物アイテムを投げてくれたりと、まさに至れり尽くせりの内容となっていて、これっていうのは設定でオンにもすることできるし、オフにすることもできるし、まあここのところはね、ケースバイケースで自身で選ぶことができるから、まあかなり大きい点なのかなと思いました。ちなみにこれね、オンにするとめちゃくちゃゲームがつまらなくなるから、そこのところは注意が必要かもしれません。だからまあ普通にプレイする分には別にこれオンにする必要性ってないと思うから、まあここは本当にオフでもいいのかなというところですね。はい。まあそんな感じでしょうか。でまあゲームシステム全般的な話になりますが、まあ、良くも悪くも本当にスタンダードなカービィとなってるから、で特に 2D アクションというところで、まあディスカバリーみたいに 3D みたいな感じで奥行きがあるわけでもないから、割と単純にプレイすることができるんで、まあそこの点もですね、難易度が、まあ、そんなに高くないというゆえんなのかなというところ。やっぱりそのディスカバリーやってから、この星のカービィ Wii U じゃねえ。また間違えたわ。星のカービィ Wii デラックスをやるとね、まあ、違和感はね、そんなにあるかって言われると、まあ、そんなにございませんと。ただやっぱり 3D の方が難しかったなっていう印象はありますね。まあ、2D になることによって結局なんか見る範囲とかさ、戦う範囲っていうのが、ね、限られてきてしまうから、まあ、そこがね、簡単に感じる点なのかもしれません。あとはその広い層のプレイヤーが楽しめる要素としては、お裾分けプレイかな。まあ、こちらも見逃せない点となっていて、まあ、ゲームプレイ中に他のプレイヤーが乱入して、マルチプレイができる仕組みとなっています。で、ここで登場するのが、まあ、CM とかでもね、映っていたかもしれませんが、デデデ大王であったりとか、ワドルディであったりとか、メタナイトであったりとか、まあ、おなじみの顔群れとなっているんですが、これらのキャラクターが、各々の個性的な能力を発揮して活躍できると、戦うことができると、一緒に冒険することができると、そこもですね、このゲームの醍醐味なのかなというところで、また乱入時は色違いのカービィも選べるようになっておりまして、この時は吸い込みアクションで他のプレイヤーを吸い込んでコピー能力を奪うといったお邪魔プレイの要素もあるなど、友達とのプレイが楽しくなるようによく考えられておりました。まあ、元の Wii 版からね、こちらに関してはあった要素ではあるんですが、ただ任天堂スイッチによって、まあ、よりね、この乱入プレイみたいな、お酒プレイみたいなものがね、よりやりやすくなったのかなと思いました。まあ、ジョイコンとかもあるからね。そうそうそう。まあ、そこが大きな点かもしれません。だからまあ本当にビギナーであったりとか、ファミリーであったりとか、まあ家族で楽しむこともできるし、まあソロで楽しむこともできるし、で友達と楽しむこともできるし、まあこれがね本当に星のカービィのいい点かなっていうところ。まあ星のカービィって本当に、まあここ最近だとそれこそマルチプレイに対応しているのが一般的になってきましたが、一昔前だと一人でもうやっていくみたいなゲームだったからさ、本当にね、星のカービィのここの進化してるところっていうのは本当にいいなと思いましたね。はい。あとコピー能力としましては、全26種類となっています。で、新たにアーマーとサンドっていうものが追加されて、まあ多彩になりましたっていう感じでしょうか。で、ゲームの要となるのはやはりコピー能力となっていて、結局ね、このコピー能力がいくつあるのか、何ができるのか、まあシリーズによってもちろん異なるわけですが、今作においては、全26種類となっていて、かなり多くのコピー能力楽しむことができます。で、それぞれでアクションの手触りであったりとか使い勝手も大きく異なるんで、ここがね、本当にカービィの醍醐味かなっていうところ。で、特にですね、新しい能力の入手が毎回楽しくなってきているんで、まあそういったところも非常にいい点かなと思いましたね。まあ状況によって使い分けであったりとか、ボス戦専用のまあコピー能力だったりとか、あとは自分の得意なコピー能力だったりとか、使い分けができて自分のスタイルを確立できるっていうところがやっぱりいいよね。で、今回の目玉としましては、アーマーとサンドっていうところで、まあ前者のアーマーはですね、カービィがパワードスーツのようなアーマーを着込んで、
キャノン砲であったりとかパンチによって攻撃を行うものとなっていて、まあ、ボタンを長押しして放つチャージによる攻撃が超強力となっていました。一方で、サンドに関しては、まあそんなの通り、砂を使った多彩な攻撃が魅力的なものとなっていて、チャージ攻撃では前方に砂の手を伸ばして敵やアイテムを掴めるという幅広いアクションがございます。共にゲームの比較的早い段階で使えるので、まあ、ぜひ試してくださいという感じでしょうか。まあ序盤からね、使うことができるっていうのが一つの特徴かもしれません。で、あとは特定の場所にいる虹色の敵を吸い込むと発揮できるスーパー能力であったりとか、まあいろいろなね、部分があるので、まあ、独自のシステムっちゃ独自のシステムではあるんですが、まあ結構面白い点ではあるので、ぜひね、こちらも楽しみの一つなのかなっていうところです。で、本作にはですね、まあ冒頭でも言った通り、ワイワイマホロアランドっていうものがございまして、こちらっていうのは支配人マホロアが運営するテーマパークが登場しています。で、ここでは10種類のアトラクションがサブゲームとなっていて、これね、最大4人で遊ぶことができますね。で、今作の本編とは全く別の枠となっているので、メインストーリー自体はそんなに関係はないんですが、一応解禁していくには冒頭で言った通り、まあそのメインストーリーをね、ある程度進めていかないと、こちらですね、解放することができませんので、そこのところはご了承くださいと。で、このね、ワイワイマホロアランドがめちゃくちゃ面白いって言ってる方が非常に多いから、で、特に友達と一緒に遊ぶことができるんで、相当ね、おすすめの一品となってますね。で、さらに冒頭でも言った通り、本作では、このマホロアが主人公として追加エピソード、マホロアエピローグ、異空をかける旅人、こちらも収録されていて、ここでは本編のストーリーでも非常に重要な存在となっているマホラーがプレイヤーキャラクターとなって、まあ、異空のどん底から、まあ、出ていくという、まあ、そういった物語が描かれております。で、マホラーは敵を倒して手に入れる魔力ポイントを使うことで能力の強化が可能というシステムがございまして、カービィのコピー能力とはまた違った手触り感だったりとか概念があるので、まあ、そこのところもですね、楽しみの一つなのかなというところを、ぜひね、皆さんこちらもやっていきましょう。まあ、そんな感じでしょうか。やっぱりその、さっきも言った通り、マホロワかな。これが大きなウエイトを占めていると思うから、まずはこれをね、楽しんでいきましょうって感じですね。はい、まあ、そんな感じでございます。まあ、率直な意見であったりとか、感想であったりとか、どういったゲームだったのかっていうところをざっとね、ご説明させていただきました。まあ、ラジオ感覚で聞いていただいたと思いますが、ぜひね、皆さん、こちらの星のカービィ Wii Deluxe 買っていきましょう。ちなみにダウンロード版に関しては6500円。パッケージ版としましては6578円となっていますが、Amazon であればもうちょっと安く購入することできますので、まあ概要欄であったりとかコメント欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらから購入していただければと思います。では今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いしますね。ではまた。